いや、なんかキムキムは殴るらしいよ、マルコさんのこと。だっておかしいよね。マルコはマエのこと狙ってて連絡が来なかったんだって。だから俺がマユに連絡したことによってキムキムが怒ってるんだけど、急に今日キムキムがマユに会いたいって、あ、違う、キムキムがマルコに会いたいって言うから、多分それは恋愛相談乗ってほしいみたいな。そうと言いつつ、マルコ、俺はマユのこと好きだから取らないでねっていう遠回しの遠回しにアピールして、うん、なる、そうそう、うん、でちなみにキムキムって遊んだりしないから。でマルコはワンちゃん眉で眉のこともて遊ぼうとしてるかもしんないけど、キムキムはそういう人じゃない。やめてやめて、うん、どうしたらいい？でもキムキム、キムキム電話してみようかな。あの別れた以来連絡してないんだけど、電話してみようかな。あの 花コメント全然面白くない言ったけど、ちょっともうそのブーム終わったんで、ちょっと待ってねって。な、何してんの？マルコと台本練ろうとしてるの？ちょっと待ってねだって。シャワー浴びてからだけ何時間入んだ。あ、眉が来るってなるとお風呂、お風呂1回2時間入るらしいよ。で1日2回入るから1日4時間入ってんだよね。うん、あ、でも今日マルコさんいるんだったらふわっちできないな配信。希望、応援してくれるの？マイキムマユツイキャスでおすすめ規制なんだよね。車検さんいらっしゃい、うん、応援する？応援しない？二人を応援したい。じゃあちょっとアンケート取ってみようかな。アンケートスタート。男系しかできないねブサイクだね私って。さ、なんでこんなブサイクなんだろう、やばくない？でお風呂入ったら多分可愛くなる。もうちょっと、本当は自分に自信ないんだ。
当は自信ない。でも自分でそうやって褒めたたえることによってそうだぞって思う。ルイージさんはあのワーマンと結婚するんでしょ。うん、どうかなアンケート。あ、すごいじゃん。じゃあ終了するね。270だから。え、いいえ、 72%？ 72% がガチ恋ってこともないの。そういうこと？多分マイが誰とも付き合ってほしくないんじゃない、うん、誰とも独り身でいてほしいんでしょね。私が男でい、なんかこう色気づいてんのが気に食わないんじゃない。あ、ありがとう。あ、フォローしてください。初見です、応援してます、ありがとう。明けましておめでとう。ありがとう、うん、電話してもいいよって来た。どうする、電話しようかな。で、どうする、電話する。だってさっき電話するって言ったらちょっと待ってって言われたじゃん。じゃあ私もちょっと待ってて、それで対等だから。ここですぐ電話したらあの対等じゃないね。ちょっと待ってって言われたから私もちょっと待ってほしい。それで一緒。うん、でもちょっと待って、あと5分ぐらい待とう。14時間寝たからやばいわ。いや、駆け引きっていうか私も待たされたから私のことも待ってほしい、うん、だからあの例えば私さデートするじゃん、で待ち合わせして、じゃあ相手がごめん10分遅れるって言われるとするじゃん。あ、そうなんだ、私その10分後にあの着くんだって。わかるかなこれ。本当はそこにいるんだけど、あえて、あ、私も10分後だから、あのそのさらにでどっかであのブラブラしてね、うん、子供なんだマヨって。本当に子供なの。何様っていうか子供なんだよ。そうだからまゆ、あの姪っ子と甥っ子とかさ、小5とか小4と本気で喧嘩してるからね。本気で。精神年齢が低いんだよ。じゃあもう5分経ったから電話かけるね。